はい、おはようございます。カジケンです。今回白銀荘の方に来ております。今時刻は、朝の9時と、いうことで、これから、十勝岳連峰の最高峰十勝岳の方に登っていきたいと思います。はい、今日は、4月の上旬なんですけども、最高気温が14度ぐらいまで上がるということで、かなり暖かいので、ウェアも置いてきて、ソフトシェルとあと風よけの一応ウィンドシェルは持ってきてはいるんですけども、使う機会はないかなという感じで、かなり暖かいのでペースも上がるかなと、春の陽気の中登っていきたいと思います。はい、じゃあ早速出発していきます。はい、風が少し出てきたんですけど、気温が高いのでそんなに寒くは感じないです。こっちに見えているのが、三段山で、こっちにあるのが、前十勝です。前十勝の上の方はだいぶ雪が溶けてきて、山肌が見えてきてますね。上の方はもう滑れなさそうです。で、十勝岳の避難小屋がこっちに見えてて、十勝岳がこのずっと奥の方ですね。まだ見えない。はい、標高1330メートル、十勝岳避難小屋通過していきます。時刻は今10時で、ちょうど出発してから、1時間が経ちました。はい、残り標高差700メートル、はい、1時間経って11時になりました。標高は1700メートルまで、来ました。こんな感じで、岩がもう、出ている感じです。雪がところどころ残っているような形です。で、山頂、十勝岳山頂がようやく見えてきました。標高2077メートル、あと370メートルぐらいですね。風がかなり強いですけど、見晴らしはいいので、山頂を目指して引き続き進んでいこうと思います。はい、はい、標高1800メートルまで、来ました。今11時半、ちょうど2時間半登ってきたところです。はい、ちょっと平地のところでお腹空いたので、ちょっとご飯を食べて休憩して、
最後、山頂をアタックしていきたいと思います。はい、はい、昼休憩終わって、出発しました。時刻は12時、あと 250m 山頂に向けてラストアタック頑張ります。ちょっと食べ過ぎちゃった。はい、はい、十勝岳山頂到着しました。2077、やば。時刻は12時45分。十勝岳から大雪山が、一望できます。こっちには、朝日岳、手前が美瑛岳で、トムラウシ山あって、ニペソツ山くるーっと風が強い。よいしょ。はい、こっちには富良野岳も見えてます。はい、撮影も終了したのでスノーボードに履き替えて、白銀荘まで降りていきたいと思います。行きますか。ここ降りてってそっちだね。よし、
い止まっちゃう。雪だね。